はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、久しぶりに我が家のグローボックスの中を、皆さんにお伝えしようかなと思います。手ぶれ気をつけてください。目チカチカします。最初に言っておきますね。気持ち悪くなる方はちょっと遠目というか薄目で見ていただけると幸いです。このフリッカーがどうしても直せないんですよね。直し方知ってる人いたら、私 iPhone で撮影してるんですけれど、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで早速ちょっとねぐるっと見ていきたいと思います。でまあ最近ねグローボックスの質問とか結構いただいて、すごく綺麗に育ててますねっていうお声をいただけます。ありがとうございます。別にまあ、こだわってはいるけど、すごく計算されてるわけでもないので、まあ、それもね、どういう風に管理してるかもお伝えできしながらね、皆さんにお披露目できたらなと思います。はい、ということで、まず、こちら、グローボックス、サイズは忘れました。ここに書いておきますね。後で調べて。で、中に、こう、メタルラックを入れて、LED ライトを3段、最近、昨日これつけました。ちょっと下を今回メインで説明したいので、下を最近つけました。で、下と上の LED ライトは一緒のものです。なので、一応リンク貼っておきます。これ使ってますっていうの。結構気に入ってます。すごくね、ライトの質がいい気はしてます。最初上段だけでね、ヘリアンフォラーにしか使ってなかったんですけれども、結構ね、どうですか？ごめんなさいね、チカチカして本当に申し訳ないですけれど、結構ね色味全体的にいいですよね。ちょっとざーっと見てみると、まあ、結構いい色合いになってるんではないでしょうか。やっぱ寒さが出てきたので、この時期すごく赤みが強いですね。すごく綺麗な感じ出してます。ミッキーがなかなか大きくなりません。はい、で真ん中の段です。一応ねセファロタスメインのコーナーだったんですけれど、ヘリアンフォラが侵食してきております。あとネペンがいくつか、一応全部ハイランド系の交配種です。まあ、この子はハイランドなのかなのか、ちょっと一応ハマタとブルケイなんで、一応ハマタ入ってるのでね、ここに置いてますけれど、なかなかいい袋でしょ。とまあ全体的にいい感じ。セファロタスね、いい色ですねってこの前いただいたんですけれど、結構ゼロ距離でライト当ててます。ライトの強さで結構色合い変わるので、綺麗な色合いにしたい人はぜひ近めでライト当ててみるといい感じに焦げてくれますよ。でこちらの機械はまた後日お伝えします。はい、で今回メインの下のところですね、まあこんな感じでいつも通り、パジャマです。こんな感じでいつも通りファンはここで回ってます。で、ライトはヘリアンフォラのところと同じ。で、まあバット引いて、その上からこう鉢を置いてる感じですね。これ、モーセンゴケたちです。で、まあここはピンギキュラとモーセンゴケコーナーにしたくて、これとそれのために作ったようなもんなんですけれど、メキピンがめちゃくちゃ綺麗で、すごく楽しいです。もう結構活着じゃないですけれど、まあ植え替えて2日3日ぐらいなんですけれど、もう結構いい感じに馴染んできたなって風には思ってます。まあこのタグは結構有名なんじゃないですかね。そこで買ったわけじゃないですけど、ランテンでロリズラ買わせていただきました。とまあこんな感じでドロセラとピンギキュラコーナーを新しく増設しました。まだ紹介してなかったかな。 X 見てくださってる方は知ってると思うんですけれど、ギプシコラ、なんか雲というかタコみたいにね、こううねうねってするのが特徴なんですけれど、なんか来た時だいぶ徒長してて、なんかあんな感じじゃなかったんですよね。なんでもうちょっと可愛くなるようにしていきたいですね。ハサシで増やしてちっちゃい子をねうまく育てていけたらなって思ってます。まだハサシはしてません。はい、とまあこんな感じで我が家のグローボックス結構にぎわってきましたね、全体的に。まあ下段がね最近お気に入り、まあ作ったばっかりなんでね、お気に入りコーナーですけれど、
まあ、ヘリアンフォラたちもね、この環境でもう そろそろ1年ぐらい経つんですかね。まあ、結構いい感じに環境整えられてきてるんじゃないかなっては思ってます。で、まあ、温度計もね、こうデジタルのやつ使ってますけれど、今、朝の8時 ?9 時ぐらいのところなんですけれど、だいたいこれぐらいの温度。で、20度っていうのはさっきまでちょっと寒かったので暖房つけてたら、こんぐらいになっちゃいましたけど、一応もう日中はここ開放しっぱなしです。で、朝日がちょっとね、当たるので、結構あったかくなりがちなんですよ。夏場はね、32、3度までいっちゃうんですよ、この室の中。でもね、ヘリアンフォラも、あの、ハイランドのネペンも枯れません。全く枯れなかったです。むしろ元気でした。で、湿度の話なんですけれど、私日中、前の動画でも言ったかもしれないですけど、日中は湿度を下げるように、下げるっていうか、保たないように、わざわざしてます。理由はですね、前回というか結構前の動画で、なんか湿度をね、一日中保ちすぎたら、葉っぱの様子がおかしくなってきて、なんかちょっと、乾湿あった方がやっぱいいんだろうな、って私は思ってます。まあ、人それぞれね、育て方あると思うんですけれど、私は乾湿をつけるように意識をしてます。それだけはちょっとやってますね、ちゃんと。で、どういう風に乾湿つけるかっていうと、夜間はミスト機でバーっとミスト焚いてあげて 90% ぐらいまで湿度持ってってあげるんですけれど、その代わり日中は、まあ、今48でちょっと朝ね、水やりしたからちょっと高いんですけれど、30前後ぐらいまでは落ちちゃうと思います。で、まあ、ここの表記では30何パーまでいってますけれど、植物の周りはね、こうまあ水苔だらけだし、植物だらけなので、まあ、そこまで湿度は高くないわけですよ。で、まあ、空中湿度っていう感覚と植物の周りの湿度っていうのはまあイコールではないって私は思ってるんですけれど、どうなんですかね。ちょっと詳しくないんでわかんないんですけれど、なので日中の湿度とかはあまり気にしておりません。むしろ湿度ちょっと下がってほしいなっていうぐらいで、少しカラッとさせてあげて、夜間はしっとりというかこう涼しくて湿潤な環境を、作ってあげられるように心がけております。ほぼねヘリアンフォラとまあハイランドネペンの子たち用の環境です。で、まあ、メキピンモウセンゴケもまあその環境だったら悪くないんじゃねって思ったので、まあ、一応ここに収納しております。まあちょっとねこれでうまくいかなかったらまたおいおいやっていこうかなって思うんですけれどもね。はい、ということで今回は我が家のグローボックスの中をご紹介させていただきました。まあ私がベラベラ喋る動画だったんですけれども、まあ少しでもね参考にしていただけたら幸いです。もしなんかね質問等ある方がいらっしゃいましたら、コメントいただければお答えできる範囲でお答えしようかなと思いますので、どしどしお待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。